得点は水着。得点は水着です。よいしょ。こんばんは。こんばんは。一番最高。今日のともこれ、これのジュースめっちゃ美味しくない？好きなんだよね。よっこいせー。パインは初めて飲む。これマンゴー飲んだこの前、3日前2日前かな。うまっ。こんばんは。なおさん、まちこにありがとうございます。今日のね、特典は新しい黒水着の写真になってますので、お楽しみに。新しいんでね、サバーカの方で公開します。竹谷さん、まちこにありがとうございます。 GRY8 さん、ありがとうございます。今日はね、プレゼントが届いてるんで開けていこうと思います。まずちっちゃな方から。フルーツの王様いいね。はい、じゃあ一つ目はね、ギフトカードです。ありがとうございます。こんばんは。え、不良品だこれ。穴が開いてる。見る。初めて不良品届きました。最悪だ。でもまあいいよ。じゃん、ありがとうございます。締め方が分からん。締めれた。お沼さん、バチをさらにこにありがとうございます。次、ハサミがないと開かない。これ、このテープ嫌い。紙じゃないテープ。よこせ。よし。めっちゃ重たこれ。やばい、目かゆい。ここ。え、そう。見て。わかる？この足も。めっちゃジンマシン出てるの。勉強のストレスで。やばくない？今日も何時間だ？9、10、11、12、1、2、3、4、5、6。今日10時間ずっとね、ちょっとしてたの。勉強を。ずっと文字書いて考えてって。もうそのせいでジンマシン出ちゃったってことで、こんなものですね。倍速、なんて読む、凍結氷点下パックですね。ありがとうございます。え、これで冷やしたらいいじゃん。いい、冷凍庫入れてもらおう。え、昨日の夜ほんまに暑くってからさ、めっちゃ目覚めんの。3回あのあれ、水を体にかけに行った。暑すぎて。でも全身浴びるのはめんどくさいから、腕と足に水ペシャーってつけたで寝たの。暑すぎて。で、妹の部屋にねエアコンがついてるから妹の部屋にエアコンついてるから、そこでね、寝ようと思って布団持ってこうと思って行ったの。そしたら足元めっちゃ汚くて、で、あの布団置くとこなくってから、
で自分の部屋で熱い思いしながら寝ちゃったの。寝ちゃったっていうか寝たの。熱すぎてもうどういうことだよって感じだよね。お疲れ様です。 HALLCOLLETECT さん、バチコンでありがとうございます。 L じゃなかった、 R だった。え、冷えピタ使ってたの。冷えピタ貼ってこう寝てたの。しかも窓と窓に挟まれてて、めっちゃ空気通るよってとこで寝てたの。それでも暑すぎてかなわなかった。はい、そしてもう一個ありがとうございます。これ枕の下に引いたら絶対いいよね。ラストあと2箱あります。今日はシャシャッと開けてライブ終わって休みたいと思ってます。なんかいっぱいついてるんか。やばくない？画面越しからでも分かるんだけど。そう、本当に体力消耗。もう朝もさ、もう疲れてた、起きて寝てたのに。じゃーん、フライパンです。なんでフライパン入れてたかと言いますと、あのお弁当をね作るんですよ。その時に便利じゃない、こうやってこのフライパン分かれてるんだけど、分けて作れるの。こっちで卵焼き作って、こっちでウインナー炒めるみたいな。素晴らしくない？水入れるのタイプの扇風機、え、そう、それを見たんだけど、お前水入れるってことは水が飛ぶじゃん。で、あの出ないからいいや。あの水を撒いちゃうと湿気で布団がかびちゃうの。だから嫌だなと思ってそれはやめたんだけど、で、あとなんか凍らしたさペットボトルを枕元に置いたらめっちゃ涼しいみたいな聞いたんで、今日はそれをやってみようかなと思ったり思わなかったり。開けれない、見てこうやってやるからさ絶対開けれないよね。この時に開け方はこうなり、卵焼きおつまみでもいける。え、そう、卵焼きはね、ママの卵焼きがめっちゃ美味しい。マジでね上手なんだよ、売れるレベル。よっこいせー、重たの。ママの作る卵焼きはめっちゃ黄色、めっちゃ黄色で、しかもあのスカスカじゃない。わかる、この断面がスカスカじゃない、めっちゃ綺麗。友達にいつもね取られそうになるけど、卵焼きだけは守る感じ。はい、ラストのプレゼント、じゃーん。驚異の保冷力、アイスクリームが約7時間保存可能、ハイパー氷点下クーラー XL ですね。ありがとうございます。まあこれはねよくバーベキューとかするんでめっちゃ使えます。ありがとうございます。暑いよね、台所立ったら。炒め物とか一緒に入れて特にね、お腹ゆ。こんばんは。まるまるポップさん、バチコンにありがとうございます。あの私卵焼き、あのだし巻き卵はめっちゃ嫌い。あとね、なんだっけ、なんかが嫌いだったんだよね。うちの卵焼きは砂糖と塩入れてる。砂糖と塩めっちゃ美味しいよ。夏場で気をつけて。気をつけます。今日あれでしょ、なんとかアラートみたいな出てたんでしょ。警告
警報、なんか熱中症アラートみたいなやつ、やばいよね。うまし。スクランブルエッグはパラパラしてたら好きだけど、あのホテルとかで出てくるちょっとベチョベチョしてるっていうか半熟なのは好きじゃない。そう、熱中症警戒アラート。体調気をつけてありがとうございます。あの卵、え、今めっちゃあれ食べたい、これなんだったっけ、卵焼きじゃなくてゆで卵、ゆで卵食べたい気分。でも卵は半熟やだ。でもなんか納豆食べるようになって卵使うじゃん、生卵だから生卵はまあまあ食べれるようになったけど、いっぱいはない、1個は食べれない。生卵の半分とか3分の1がちょうどいい。目玉焼きはねあんま好きじゃない。目玉焼きはまあご飯と食べたら美味しいよね。そう、ゆで卵、卵かけご飯は全部は食べれない。卵と納豆とキムチがあったら食べれるって感じかな。納豆に生卵じゃなくて、なんかご飯、生卵ちょっと、納豆、キムチ、ネギが一番美味しい。お疲れ様です。熱中症気をつけてくださいね。水分補給と塩分が必要だよ。気をつけます。ありがとうございます。あの塩分チャージみたいなのあるじゃん、あれねあんま好きじゃないんだよね。口の中でさめっちゃ溶けるのが嫌い。あのあと塩飴、まあ、あんま好きじゃない。口に残るくない、あれ水がないとさ舐め溶けれないよね。ドゥルルドゥルルルドゥルルル。あ、これ飲みかけ緑茶です。セブンは緑茶派です。え、あのローソンの緑茶買いねめっちゃ嫌いなんだよね。あれなんか緑茶だけど緑茶じゃないみたいな感じする。わさび入れるのまだやったことない。それあれかな、からしも入れてわさび入れるのかな。今度やってみよう。ハートミありがとうございます。パパパ今めっちゃなんか言いたかったのに忘れたんだけど、何の話したっけ。お茶の話だよね。なんかお茶のことで言いたかったんだけどな、なんだったっけ。わさびだけ美味しそう、やってみよう。え、あれもちょっと入れてみたい。なんだっけ、生姜、生姜、生姜チューブ。あんま美味しくないかな生姜だったら。でもマジで生姜好きすぎて何でも生姜かけたいなって思う。うどんと生姜とか絶対美味しいやん。そう、朝うどん食べたかったの朝ね。でまあ朝起きるやん。そしたらもう家出る時間でほぼね、ほぼね、でうどん作る時間ないってなって今日は違うの食べたんだけど、めっちゃうどん食べたかったんだよね。可愛いです、ありがとうございます。生姜もいいと思うよね、絶対いい、やってみよう。でも今納豆がない、家に。え、そう、納豆食べてからねちょっと肌の調子がいいの。これマジびっくりするけど、
あのニキビができにくくなった。割とさすぐあニキビできたってなるんだけど、納豆食べ始めてからはあんまできなくなった。すごくない納豆。昔から TikTok やってますよね。やってます。すごい知ってくれてるんだ、かわいい、ありがとうございます。冷やしうどんに、私冷やしうどん苦手なんだよね。あったかいうどんじゃないとやだ。なんだっけ、丸亀のさ、忘れたな、なんかあれは美味しかったね。とろろ、とろろなんとかみたいな、美味しかったんだよね。くすぐりどこ弱いですか。横腹ちょんってやられるの嫌い。なんかよくやられるじゃん、こうやってちょんってふんってなる。押してます、ありがとうございます。お願いお願い。丸亀は釜揚げうどんだね。イエス。1日ありがたいよね、半額だから。あれが好き、丸亀のなんだっけ、ちくわちくわちくわ、丸亀のちくわがいっちゃん美味しい、マジで。田中優激うまなの。辛いラーメンの辛い時の顔が可愛いです。ありがとう、見てくれてる。ちゃんとまた辛い食べ物チャレンジしてください。やってみます、ありがとうございます。好きな動物は何ですか。キツネが好きです。キツネ可愛くない。キツネ、そうで、いつもね寝るときに私のベッドにもう一匹のキツネがいるんだけど、これじゃない子ね、まあそれはその子だとして、いつもねこうやって寝てんの。でも昨日暑すぎてさすがに抱いて寝れなくて、こうやって横で寝た。ジンマシンやば。チゲ食べたいね。チゲ、スンドゥブチゲ、あれ辛いけど美味しい。足かゆい、虫噛まれた。ハートミありがとう。柏天だね、食べたことないかも。柏天も食べたことないな。え、あれは好きよ、なんだっけ、かき揚げ、あれめっちゃ美味しい、大きいし。こんばんは。かき揚げってさ、なかなか家で食べれることないからさ、ありがたいよね。昨日のもこタンメンでニキビは出てない。出てないです、素晴らしいことに。全然全然、納豆パワーですね多分。よし、じゃあ今日はねちょっと早いんですけど、ライブをおしまいにしたいと思います。見てくれた人、コメントしてくれた人、ありがとうございます。今回の特典はね、新しい水着の写真になってますので、お楽しみに。サバーカの方で載せますということで、またね、バイバーイ。